どうもこんにちは、極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。ヘンリー・ゴセ、私は彼の試合を目にする、その名前を知ることはありませんでした。第3回全世界空手選手権大会にアルジェリア代表として出場した彼は、そのあまりにも恵まれた体格を大観衆のもとに見せつけることとなりました。身長198センチ、体重103キロ、年齢は27歳にして、空手歴は17年。そんな彼は1回戦コスタリカの184センチ、体重81キロという通常であれば巨漢とも言えるヘクターメジャーを相手に中段突きで技ありを奪い勝利したという。2回戦ではその次の世界大会である第5回世界大会で、その強烈なパンチを武器に5回戦ベスト16まで進出し、そこで惜しくも準優勝となったマスアキラに惜敗することとなるステファン・タキワを、なんとそのタキワの得意技であり必殺技である左中段突きと右中段突きで逆に技を奪い、合わせ一本勝ちで下しているというから驚きと言えます。しかし続く3回戦デンマークチャンピオンのフレミング・イエンセンと戦い、下段回し蹴りと紛れ踏みです、猛烈な突きという壮絶な構成になったといいます。2度にわたる延長でも両者譲らず、結果体重判定となり、そこで惜しくも敗れてしまうことになったといいます。その約8年後に開催された第5回全世界空手王選手権大会、今度は南アフリカ代表として出場したヘンリー・ボソンは35歳となっており、その時点で南アフリカ大会2度の優勝および2度の準優勝という実績を残しており、大会あたっての一言という項目にベスト8に入りたいとその意気込みを伝えているようでした。空手歴は25年にして段位は5段、2回戦をイギリスの、これまでやはり巨漢に類する身長188センチ、体重92キロのフェリックス・ビトーマザーに延長1回で判定勝利を収め、続く3回戦、そこでヘンリー・ボソンは会場に激震を与えることとなります。石井豊、第20回全日本空手選手権大会先行のような勝ち上がり方を見せ、後のグランドスラム達成者である山木健二を下しの準優勝、その後も安定した実力で入賞を重ね、本大会でもマサカリキックと呼ばれるスネを用いた強烈な上段回し、そして全身で叩きつけるような胸のパンチ、下段回し力武器、一本勝ちを築いていた恐るべき実力者、間違いなく上位に優勝に絡む活躍を期待されていた弟との対決と言えました。そんなことはお構いなしと言わんばかりに、ヘンリー・ボスマンはいきなりその長い流暢を生かした前切りでその戦いの唇を切ります。さらに前をついての下突き、前、そして接近してきたら下突き膝に、自らの体格の生かし方、前のコントロール、その奥深さを感じさせる組み立て方、その上段膝切りは軽く出しただけでもその顔面までヒューヒューと届いてしまう、その体格差に石井豊が必殺のマサカリキックも不発、しっかりと肘で押さえつけ、下突きの波状攻撃、下段切りをギリギリのところで見切る、的確に膝、そしてその
猛烈な下敷きをそのボディに食い込ませ、197センチのその体格、全く持て余している様子がない。そしてその左脇腹、肋骨を狙うその下敷きがあまりにもあまりにも強烈。ジェラルド・ゴールドやミッシェル・ベーデルを彷彿させる。いや、一点を狙うという意味では、それ以上に嫌味があると言えるかもしれません。間間に膝に胸のパンチを挟む。瞬間的にマインダイジをかけて拳を加速させている。ゴリ押しなどではまたが妙とも言えるマナトリ。さらに接近され、しがみつかれ、何も出せないところではなんと真上に手を振り上げ、肘を鎖骨に振り下ろす。後の第9回世界大会で準優勝に輝くバルトの魔人と呼ばれたドナタス・インブラス、得意とした技すら飛び出すします。まさかでキックをスリッピングアウェイでかわす。下突き、かけず、肘打ちのコンビネーションが確立し、石井豊の体がくの字に曲がる。一瞬出された上段三日月のような蹴りも空気を切り裂きするぞ。下突きの一発一発見事に越し、髪が入っている。延長戦ではさらに勢いが増し、手数が増し、その巨体にして無尽蔵のスタミナ、裏打ちされた稽古の重厚さを思わせます。振りかぶって放たれる右の聖剣突きはまるで大砲のよう。有用とメディア、今度は一転して膝上げるの乱れ打ち。臨機応変、ユーズム、石井豊の上段前蹴りが一瞬顔面、顎のあたりをかすみますが、これまた顔を流して致命傷を負う。今度は胸にものすごい一発一発を叩き込む。再延長でも全く勢いが衰えず、むしろさらにバックステップに横の動きさえ見せてしまう。一体この男はどれだけの引き出しを持っていると思う。下突きが後ろを見た石井豊の溝落ちに決まり、下段回し蹴りも足をずらしてきます。そして上段回し蹴りを前蹴りで打ち落とす。武道が確かにそこにはありました。終盤には乱戦で右上段回し蹴りを顔面にぶち当て、鍵付きで崩し、鍵付き、膝蹴り、肘打ちという今まで見たことも想像したこともないようなコンビネーションです。ついには肩がヘンリーに2本上がる。主審が取ることはなく、残念ながらそれ以上勝ち上がることは叶いませんでした。体重判定で敗れる。その石井豊が別荘へとまで進出しました。そこで敗れたのがこの大会準優勝を飾ると先に述べさせていただいたマスター・キラーである。それだけの実力があったので、それを証明するに十分に足るものがあると私は考えます。そしてそのマスター・キラーとの完成された組との対決が見られなかったことを心より惜しく思います。さらにはその後スタントマン、俳優などのキャリアも積み重ね、段位は8段にまで至り、アフリカ全土に空手を伝える武道の伝道師としてその生涯をかけているという話です。私は引き続き上位入賞や大きく取り上げられることさえありませんでした。隠れた武を体現した実力者、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価、皆様のご意見をよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。